はじめまして、たくわんボーイと申します。新入社員と勤続20年、勤続40年のアナウンスの違い。まずはじめに新入社員のアナウンス。まもなく快速名古屋行きが到着でございます。黄色い線の内側でお待ちください。続きまして、勤続20年目のアナウンス。まもなく快速名古屋行き到着でございます。黄色い線の内側でお待ちください。それでは勤続40年目のアナウンス。続きまして、具体的すぎてもはや偏見に近いアナウンス。はい、まもなく列車発車いたします。黄色線の時間に下がってください。はい、11号車付近のお客様、危ないので黄色線の時間に下がってください。はい、11号車付近、金髪ショートカットの女性のお客様、下がってください。はい、11号料金、金髪ショートカット、レザージャケット着た少し気の強そうな女性のお客様、下がってください。はい、安全、よし。続きまして、お昼を食べてご機嫌なアナウンス。まずはお昼前のアナウンス。はい、駆け込み乗車やめてください。他のお客様が迷惑となります。絶対にやめてください。続きまして、お昼を食べた後のアナウンス。はい、駆け込み乗車はやめてください。はい、すいません、一度ドア開けます。はい、駆け込み乗車なるべくやめてください。パクンボーイ。2時間に1本停車する光号と3分に1本通過していくのぞみ号でテンションが違う駅員さん。まずはじめに、2時間に1本停車する光号の場合。大変長らくお待たせいたしました。光号ようやくの到着でございます。長らくのお待たせいたしました。光まもなくの到着でございます。3分に1本通過するのぞみ号の場合。はい、のぞみ通過します。パクオン